鈴木涼美氏の著作浮き見を読み終えましたので、書評レビューを行いたいと思います。私は写真を普段撮っているので、写真的観点から小説本作を読み解いてみたいと思います。本作を知ったきっかけは、日本経済新聞2023年8月3日の紹介記事でした。タイトルは、あの部屋に集った19年前、神野としふみ氏が選ぶ一冊です。評論家の神野氏は作品紹介の中で本作のあらすじを述べています。本作のあらすじというのは、小説の腰巻きに書いてあるようなことです。産むことにも売ることにも稚拙に抵抗しながらそこにいた。2000年代初頭、若者たちが織りなすたった数週間のまばゆい青春。ちなみに胴巻きには島本理生氏の寄せ書きがあります。島本理生氏は1983年生まれの女性で、鈴木涼美氏と同世代ですね。2001年に群像新人文学賞シルエット受賞してデビュー、17歳でデビューだそうです。その後、野間文芸新人賞など受賞し、2018年にはファーストラブで直木賞を受賞しています。立派な小説家ですが、この3行の寄せ書きは文法的に非常に分かりにくいです。19歳の居場所なんて無意味なほど良かった、本書を読み思い出した。居場所なんて、なんてというのは否定の意味が込められてますね。無意味、これも否定の意味ですよね。良かった、これは肯定です。この場合の良かったっていうのはグッドっていう意味じゃないんでしょうね。だとしたら、せめてこれ漢字じゃなくてひらがなを使ってほしいと思います。居場所なんて無意味なほどどうでもよかった、それほど、あるいは無意味なほどっていうのは蝶とかすげーとかバリとか、いう意味を増している意味なんでしょうかね。居場所はすごい良かったっていう意味なんでしょうか。この3行2行だけではわからない。今の人たちは新しい言葉を、話し言葉の中で意味合いを変わる、意味が変わる言葉を使ってますけれども、もう少し親切な書き方をしてくれてよかったんじゃないでしょうか。裏目は、もうすぐ子供を産めなくなる私は恋人と深刻な喧嘩をした翌日、かつて暮らした歓楽街へと赴く。その地に近づくにつれ、デリヘル開業を目指す若者たちと過ごした11階の部屋の記憶が強烈な匂いを伴って私の脳内によみがえる。セックス、ドラッグ、バイオレンスプラスフェミニズムを描いた新境地という触れ込みです。神野氏は読後に、読み終えた後ですね、読後に不思議な印象を残す性風俗を背景に物語を紡いできた作家の真骨頂であると書評を結んでいます。真骨頂であるというのであって、その作品がいいとか悪いとか面白いとかつまらないとかは一切書いてないんですね。そのような書評は、私は写真好き、カメラ好きですので、ヤフオクで古いデジカメやフィルムカメラを、レンズをしばしば検索しているんですが、その中に動作未確認っていう表示があるんですけれどね、そういう動作未確認の商品を購入して動作した試しはないんですよ。踏み込んでいない書評、もちろん悪いとは書けないでしょうけどね、この時点であれれーと、なんかすごい面白いってわけじゃなさそうだなって感じたんですが、しかしこの表紙の写真にやられてしまいました。この写真は塀か何かの上にしゃがみ込んでいる女性をストロボ撮影しています。横に白く帯ができていますね。これは樹木、枝ですよ、太い幹、
それがフラッシュの光で白飛びしちゃっているので、何かペンキで塗りたくったように見えていますね。それがこの女性の頭を押さえ込む、ある意味天井、障壁としての暗喩になっています。表情も隠れています。伸びた爪、赤いペディキュア、裸足、そのあたり、裸足にサンダル、そのあたりに何か陰微な匂いが醸し出されるような写真、 CD ジャケットのいわゆるジャケ買いのような感じで Amazon でクリックいたしました。今時の若い人たちが書くこの現代文学っていうのは読みづらいのが大抵です。ですが文学っていうものは変遷変化していくものでしょうから、毛嫌いせずに現代の文学に触れてみようっていう気に久々になったんです。こちらは2023年10月14日日本経済新聞の記事ですが、21歳の6割本読まず、読書体験のない若者が非常に増えているわけです。しかし小説というジャンルは文字だけで勝負していくんですよ。今までもこれからも文字でどこまで若者にね、訴求力を持たせることができるんだろうか、今の若い人たちがどんな努力をしているのか、私も体験してみようと思いました。私が小説を写真的観点から説明しようと申し上げましたが、写真と小説の違いは何でしょうか。写真というのは必ず映像を使っています。映像イコール写真です。で、何をしたいか、写真、映像を通して論説を述べたいんです。文字によって言語化しがたい論説を映像によって伝える、伝えたい思念想念が鑑賞者の脳内に伝わる、伝えられることが目標です。それに対して文字を使う小説、これは論説そのものです。で、何を表現するか、私の解釈ですが、それは映像です。読んでいて映画のように映像が思い浮かぶ小説はぐい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 読んでいくことができます。視覚化しづらい映像を文字によって伝える、伝えたい思念想念が読者の頭の中に思い浮かぶ、それが小説の目標だと思います。では順番に見てまいりましょう。ブルーのところをご覧ください。浮き見は小説です、論説です。浮き見の論説について分析します。1つ目、文体の特徴、読みづらいです。例えば10ページにはこんな描写があります。フランス製の自転車を追い切れなくなった視線を、下品と呼ばれるちょうど手前、しかし離れて読める程度に大きく店名の印字された紙袋と、それを抱えた30歳前後の女に一瞬映し、早歩きで過ぎ去った彼女がいた高級革カバンを扱う店を見ると、店舗の前には喫煙所よりも長い行列ができている。主人公が眺めている風景、その視線先の描写です。高級革カバン店はエルメスを指すんでしょうか、ルイ・ヴィトンを指すんでしょうか。まあ回りくどい言い回しですね。他にも同僚のキャバ嬢、先輩キャバ嬢が仕事を終えて主人公たちと部屋の中にいる場面です。リエさんは私以上に酒にも薬にも弱いので、さっきから目をつぶってじっとしている。気づけば毎日しているニューヨークに本店のある高級宝飾店のダイヤのピアスをすでに両耳とも外していた。店が終わった後、深い時間まで遊んだり強い酒を飲んだりしている時は必ず酔いが回りきる直前でピアスを外して、その宝飾店のシグニチャーカラーであるミントブルーの小さな巾着に揺れる。こちらは39ページの描写です。ミントブルーと来るからにはこちらはティファニーでしょうか。まあこれも回りくどい言い回しですね。直接ブランド名を挙げることは何かコンプライアンスに反するのでしょうか。その割には車のセルシオ、アリストはそのままブランド名が用いられています。車名が用いられています。車好きの私としては、だっ
ったらセルシオだって、もっとちゃんと描写してほしいですね。例えば世界1位の自動車販売台数を誇る日本車メーカーの日産シーマ現象を追う、シーマって言っちゃいました。シーマは使っちゃいけませんね。バブル期に流行した大排気量大型サルーン、他社の追随をとはなるけれども本気で作った静粛性において高い評価を得ているけれども受けていって、ドイツ車を凌駕する静粛性を獲得したけれども30年前の車が軒並み爆走している割に下品な整形手術を施され、整形手術のほころびがあらわになったような無残な姿の車たちは相変わらず低い価格帯で、打ち沈んでいる、そういう不憫な、今となっては不憫な車にみたいにはい、失礼しました。では続きまして、ただしその読みづらい文体というのは意図的である可能性もあります。日本語がうまく使いこなせていない、あるいは音楽的な流れに乗り切れない、要するに今の若者は文章が書けない、読んでないから書けない、そういう特色をね、表したいんだとすればですよ、写真でもあえてピンボケの写真、あれブレの写真、あれブレボケ、それは森山大道さんの代名詞ですよね。それを狙っている可能性もありますからね。いやー、今の若者って全くこういう文章なのかと思って奥付けの方をちょっとチラ見してみたわけですよ。どんな方なのかなと思って、1983年生まれ、慶応義塾大学卒、東京大学大学院修士課程修了後、日本経済新聞社で5年半勤務。過去に2作品も芥川賞候補に載ってます。へえと思って検索してみたら、なんと AV 女優の経験もあるということですね。 AV 女優が描くセックスはどういうものなのか、それもにも興味がありまして、我慢して読み進めました。浮見が描く論説は2番目、アパシーに陥っている若者たち、傍観者である私、20年後も変わらない私、周囲に交われない私、孤独な私、現代人の特質を表現している。さしずめ、こういったまとめ方になります。私が考える優れた小説は読みながら映像が浮かんでくる、音声まで聞こえてくる、主人公たちの登場人物の声色声音がそれぞれ違う声優さんでね喋り始める、そういう映像体験を楽しめることにあります。では本作浮見の映像とはどのようなものでしたでしょうか。浮見の映像表現、視覚化しづらい映像表現が小説の本文であるはずです。例えば開業前のデリヘル店に働きたくて面接に来た女性に関する描写です。これから面接をすると、細眉というのは眉毛が細いの人物のことで、固有名詞の名前はなくて細眉と呼んでいる人物があります。そういった登場人物の名前付けは村上春樹風で、なんだか陳腐な気もしますけれど、細眉が面接シートと筆記用具を持ってきたので、私は L 字型のソファーの長い方に座ってローテーブルの前に座り込んだ女の子をなんとなく見ていた。すでに女の子の目はテーブルの上でも細眉でもこの部屋でもないところを一点ずっと凝視していた。正座を横に崩した足先で黒いパンティーストッキングが奇妙な形に伝線している。
色味のはっきりしたピンク色のカーディガンと同じ素材、同じ色のフリルのスカートも改めて見れば彼女の心の異常を表しているようだった。香水でもシャンプーや石鹸でも、しかし大衆でもない匂いのする女だと思った。いわゆる地雷系のメンヘラ女子なんでしょうね。よく観察しています。やばい感じの雰囲気っていうのはね、ある種匂いを発するんだと思います。そこら辺よく描けています。次に2番目、元セクシー女優の性描写。こちらは期待していたところなんですが、なんとまあ、あっさりつまらなく表現されていることか。興味ある方はどうぞ作品の方をお読みください。あれ、セクシー女優っていうのはセックスが好きなんじゃないのかと、セックスが嫌いなセクシー女優っていうのがいるもんかと、そんな風に感じるような白々しさがありました。しかしそれは当時の19歳の自分、まあ登場人物ですけれどもの表現としては適切かもしれません。好きでもない相手となんとなく雰囲気でセックスすることの特段忘れたいわけでもないけれども、記憶の片隅にあることを思い返すとそんな程度、しかも酒だかタバコだかドラッグだかをしていて曖昧無ことした記憶しか残らないんであれば、この程度の描写になるでしょう。だと思えば優れた描写ということができるでしょう。ちなみにセックスが嫌いなセクシー女優が言うもんかという話ですけれども、全然話はそれますが、保育園の保育士さん、子供が好きで保育士さんを務めるというのが一般的解釈だと思うんですけれども、実際の業務においては子供のことを好きでな人がやってられる仕事じゃない可能性がありますね。むしろ子供が嫌いな人こそ保育士さんに向いている、そんな風に感じることもあります。どういうことでしょうか。しっかりしつけて調教していく上では、好きだ可愛いだけでは務まらないお仕事だと思うんですね。まあ、それがセクシー女優業界の話と通じるかどうかは私は一切存じ上げませんが、3つ目、バイオレンスの描写。腰巻きにはバイオレンスって書いてあるんですから、どんなアクション映画の場面が繰り広げられるか楽しみにしていたんですが、これまたやっぱり殴ったことも殴られたこともない人がその様子を見ている。しかもその様子っていうのは映画かアクション映画をテレビ画面で見ているものを描写する程度の映像体験なんですよ。間接的なんです。フィルターが1枚2枚3枚かかってしまっているような。肉薄しない、迫真に迫れていない理由について深掘り解説します。肉薄しない、迫真に迫れない描写、ただしそれは意図的である場合もありますので、迫真に迫らない描写かもしれません。その理由は主人公の一人称による表面的な観察と評価のみなんです。主人公以外の登場人物を表面的に観察し、あんな人こんな人と評価するだけなんですよ。たいたコミュニケーションに乏しい、他の人と会話をする場面が非常に乏しいですし、あとは他の人が自分を評価する対峙コミが一切描かれていないんです。したがって主人公はどういう人物なのか複眼的に浮かび上がってこないですし、
情景、他者、そういったものも、まあ、情景に関しては描けているんですが、他の登場人物に関してが表面的、一面的すぎるんです。したがって何とも思い入れが少ない登場人物たちなんだなぁと。これら何を意味するか、より引きのない一辺倒な場面描写だということです。より引きとは写真業界で使われる言葉なんです。どういうことでしょうか。こちらは学芸大学前のギャラリースペース準備中で2023年9月に行われた展示会、ルオー氏の作品を写真で撮りました。大きなビーカーのような器に水が入っているのが左の写真です。寄りで撮りました。近づいて撮りました。ビーカーの底面がオレンジ色に映っているのは壁面の映像が映し出されているものを反射しているわけです。ただ寄りだけ、この左だけの写真を見たらどうしてこういうことになっているのかは漠然と想像するしかないですよね。右側の写真をご覧ください。引き離れて撮りました。そうすると、あ、こういう展示場スペースなのねと、壁面に映像が映し出されているのね、ビーカーにはこんな風に反射するんだろうねということが分かりますよね。寄って撮る、引いて撮る、そうやってこの展示ギャラリーが多面的に立体的に鑑賞者は把握することができます。小説イコール論説における寄りと引きについて援用してみましょう。一人称小説であっても過去の自分との対比で引きを表現できるはずです。本作では20年後の自分との対比があります。したがって引きは描けているわけです。あるいは2つ目、一人称小説であっても第三者発言を通して自身を俯瞰する登場人物、あるいは主人公読者が俯瞰することができると引きの描写になると思うんです。しかしその引きの描写がないんです。ただしそれは意図的である可能性もあります。3つ目、花鳥風月を描く。物語の進行とは直接関係ない風景描写を挿入する。そうするとおのずと緩急が生まれるんです、小説に。これは写真の組写真においても言えることなんですが、この花鳥風月がないんですが、強いて言えばラストシーンにタバコに当たる西日を綺麗だなって思うところですね。ないっちゃないですし、あるっちゃある、こういう描き方。ただし現代人は、特に若者は花鳥風月をめでるっていうことがあるんでしょうか。インスタグラムを見ていると夜景の玉ぼけとか、それから逆光のフレア、ゴーストだとか、そういう非常に局所的なんですよね。場面的なんです、部分的なんです。結果だけを求めるタイパを要求する私たち現代人の特色でしょう。そう思うと花鳥風月の描き方は非常に現代人的と言えるでしょう。では最後、浮き身を通して思念想念、どういったものが伝わるのか。浮き身が表現する思念想念、1つ目、現代人の孤独、周囲と共感同感一体感を得られない違和感のことです。2つ目、現代人の特質、違和感を自覚しようとしない自己中心性、自分が間違ってるんじゃなくて向こうがなんかずれてるよなという自己中心性、これは描けています。最後に浮き身の評価です。写真の話をしてきました。決定的写真とは何でしょうか。例えばベトナム戦争映画安全への逃避、こちらは沢田教一氏の作品です。どんな写真かと言いますと、ベトナムで流れの速い川、
溢れてますので、流れがより一層速く感じられます。そこに服を着たまま飛び込んで、頭と腕だけなんとか出しているような母親と数人の子供たちが一生懸命頭だけ出しながら反対岸へ泳ぎ着こうとしている写真です。これは台風の時の大洪水の写真ですと言われたらそうなんでしょうっていうような写真で、どこにも戦争というものは感じさせられないわけですね。銃が映ってるわけでもないですし。ところがこの作品はプリッツァー賞を受賞し、ベトナム反戦運動に拍車をかけるきっかけとなった決定的写真です。アメリカ人たちはベトナムの困っている人たちを解放してやるんだ、救ってあげるんだっていうつもりで戦ってきた戦争だのに、戦火がどういった結果をもたらしていたか、母親や子供たちが必死に逃げ惑う想定していない場面が描かれていたんです。二つ目、スーダンの飢餓、これを伝えるハゲワシと少女、ケビン・カーターの作品です。痩せ細った少女というのか乳幼児というべきなのか、ガリガリ頭でっかち、しゃがみ込んだその乳幼児の真後ろにすごく大きく見えるハゲワシが立っている。もう食べられてしまうんじゃないか、そういう一場面の写真です。どうして少女を写真なんか撮ってる場合か、少女をなんで助けないんだ、そんな非難が沸き起こって、直接的間接的な理由になるんでしょうか。ケビン・カーター氏は自ら命を絶ってしまいます。ただスーダンの飢餓状況を伝える決定的写真の一枚となりました。時代のコンテクスト、文脈が決定的写真を生みます。生むと書きましたけれども、写真というのは日々たくさん撮られ投稿されています。ラーメンの写真とかね、スターバックスのコーヒーの写真とか皆さんもアップしていますよね。ですがそのあなたの、あるいは私の写真が決定的となるかどうかは、時代のコンテクスト、文脈が選ぶによって選ばれるという意味です。では決定的文学とは何でしょうか。シェイクスピアの時代、源氏物語の時代から人間は変わってはいないんです。平均寿命は変わりましたね。まあそのように、しかし社会構造は変わります。社会構造が変わると対一対他の関係性は変化します。そうすると描くべき、描かれるべき人間像というものはあるのであって、映像化しづらい表現を小説は担っていくべきであって、したがって何かが、人間を中心とした何か、人間の目を通した何かは書かれ続けるべきなんです。ただ何がバイブルとして残り、何が打写真、あえてここで写真の話を挙げますけれども、打写真として消える、そういう小説なのか、どこで見比べればいいんでしょうね、判別すればいいんでしょうか。私は芥川賞受賞作、1976年限りなく透明に近いブルー、村上龍氏の作品はタイトルがかっこいいですし、読もうと思ったんですけれども、あまりにもつまらなくって読み切れませんでした。2003年、蛇にピアス、金原瞳氏の作品です。非常に若い方が受賞した、話題になりました。話題当初読もうとしたんですけれども、どうにもつまらなくて読み切れませんでした。2011年、区域列車、西村健太氏、先頃亡くなりましたけれども、読もうと思ってやっぱり読めなかったですね。面白くないからです。そんな私が芥川賞に感じていることは何かっていうと、
新しい時代に新しい試みを行うこと、あるいは新しい時代、新しい社会構造に生きる人間を描いている人、描いた作品が芥川賞を受賞するんだな、そう思った時に、過去2回すでに芥川賞候補となっている鈴木鈴虫ですが、浮き見という作品、芥川賞にふさわしいんじゃないかなと感じました。最後まで聞いてくれてありがとう。ルミオンです。